ん、ペテオカさん、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは、ペテオカさん。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 多分この松岡さんのことですね。あ、本当ですか。はい。はい、こんばんは、初投稿です、はい。ついにゲスト出演された松岡さん、あなた勤勉ですね。ねっとり喋りますね。いや、18回にしての出演なのでやはり大河ですね。ちょっと顎入ってますね。顎入れようかなと思う。ちょっと出してみました。顎出してみました。大河ですね。それだそれだそれ。私は原作を少し読ませていただいてるのですが、原作を読んでいて、ペテルギウスというキャラを一体どなたが演じられるのか非常に興味がありました。そしてアニメの松岡さんの演技を見て脳が震えました。なんかあの星いただいたような感じになってますけど。違かったかな。じゃ続きいきますね。一癖も二癖もあるペテルギウスのセリフをここまでゲスにイライラさせる仕方で演じられていて感服しました、はい。今後ペテルギウスの出番は多いと思いますので、松岡さんの演技もぜひぜひ楽しみにしたいと思います。ということでありがとうございます。いや本当ありがとうございます。はい、もう原作ファンからでもやっぱりペテルギウスの登場を待ち望んでいたっていうところでね。はい、